ちは。こんにちは。じゃあまあいろんなとこ見に行って、はい、やっぱ敵がいるわけじゃない。じゃあジャイアンツのことはカープ女子から見てどう見てる、どう見えてる。例えば坂本勇人なんてめちゃくちゃかっこいいじゃない。そうですね。でしょ。思わない。暴力はダメだ。いやいや、まあまあ、で、マリが言ってる。で、ジャイアンツの見え方ってカープ女子からどういう風に見えてる。でも、それでそこまでしてカープに勝てないんだってちょっと思ってます。ざまあ見えない。そんなはっきりは言えないんですけど、11連敗してた時も巨人戦があれかなって思ってました。そうだよね。いや、解説者の中でもやっぱりそれを言うやつがいて、いや、この中にはジャイアンツ戦が入ってない。そうなんです。だからジャイアンツを戦ってみてどうなるかっていうことがやっぱ大事だっていう。そしたら3連勝したからね。いや、それそうだよ。いや、その見え方、見え方。いや、最終的にカープの話持ってきたから、ね、これジャイアンツ、カープから見た、カープ女子から見たジャイアンツはどう見えてるかっていう、はい、まあ、でもすっごいカープに対してライバル意識を燃やしてくれてると思うんですよ。なんか今年もその球団付けの一番いいスコアラーさんをカープ専属のスコアラーさんに変えてたりとかして、で研究をめちゃくちゃしてるので、そういう意味ではなんかまあ精査たくましていける関係ではすごくあるんじゃないかなと思ってますけど、もうもちろん上からお前ついてこいよみたいな感じが、面白くしろよみたいな感じで、すごいな。そんな感じなの、はい、そうですね。一方カープは巨人についてたスコアラーさんを去年負け越した名古屋の中日ドラゴンズにつけたので、あ、ちょっと舐めてる。そこまでなんで知ってるの。わかる、テレビ見てたらスコアラーさん変わったんだってわかるので。なんで。え、だって違うじゃないですか。次、じゃあヤクルト、はい、ヤクルト、あ、めちゃくちゃ打つのに、そう、なんで勝たせてもらえるのかなって思う。なんで勝たせてもらえるのかな。神宮で結構いろいろ、神宮球場でいろんなメモリアルがあって、箱園の選手もこの間プロ初ホームラン神宮で打ったし、新井さんの2000本安打だったりとか、なんか七夕の奇跡とか、なんかいろいろ、なんか舞台を作ってくれる。そうなんです、チームチームです。だいぶ上から来てる。応援もね、めちゃくちゃ楽しいし、応援、はい、カザーあ、じゃなく て, なくてこっちの応援、はい、あの、お互いのエール交換したりとか。ちょっと広島一回外せって。外せられないです。いや、だから広島から見た本当に素直な、はい、こう味方のヤクルトのチームってどう見えるの。でも石井拓郎コーチと川田コーチのチームって見てたんだなって思っても広島の違いでもね、だからね、そのまま生かされて、生かされて、あ、なんかよかったなみたいな、コーチ陣、そうですね、あんまりバレちゃないかなと思って。まあ話を聞いてると、あんまり相手にしてないっていう。いや、そんなことないんです。だってすっごい盗塁されるんですよ。だいたい山田哲人選手はカープだったら絶対盗塁するぞっていうの。いやいや、あれ 100% だから、成功率。他も指してないから、だからカープだけじゃない。でも他の選手にも走られるよね。そうなんです、そうなんです。誰選手、他の選手以外の選手もめっちゃ走られるので。いいじゃん、勝ってるから走られる。あ、でも今勝率一緒なので。それが不本意なの。いやいやいや、だからやっぱ上から目線はいけないです。全部言ってると思う。優勝するならね、勝ち越していかないといけないので、はい、じゃあ DNA。 DNA も行きたくない。誰が憎たらしい。 DNA 憎たらしいのは大和選手。あ、なんで？よく打つ？打ちますね。いや、意外と勝負どころで打ってるからね。そうなんですよ、大和選手は怖いですね。下位打線をグッと引き締めてくれてる DeNA の大和選手が。全員打つじゃん。全員打つじゃん。全員打つじゃん。そうそう、やっぱりこう、応援に行っても DeNA だと、やっぱこう、ドキドキする。はい、今日もダメかもなって。負けた後に、セレブレーションがハマスタであるんです。あ、あるね。めちゃくちゃ花火上がるじゃないですか、うん、あれの印象がもう強すぎて。ふざけんなよ。喜んでるのも今のうちだぞって。なんでここまで
が出ないんだろうっていう。 CS でも勝てなかったし、うん、あれはもうトラウマです。 DeNA はちょっと元祖と勝ってても最後に逆転されるの、うん、あったねじゃない。8月かなんかにさ、3試合連覇取りました。あったな、ありました。応援行ってた。一試合だけ、私ちょうど広島にいたので行ってなくて。行かない時もあるんだ。はい、そうですね。でもテレビ見てたでしょ。見てましたね、完全に見てました。じゃあさ、中日、ラボドのイメージですね。ラボドで勝てない。どうしてでしょうか。マツダスタジアムはまだいいんですけど、名古屋ドームがすごい鬼門で、うん、去年も行った試合全部3連敗するみたいな。まあそこそこピッチャーもいいしね、あそこは、うん、で球場が広いからホームラン出にくいから、うん、なかなか勝てないんじゃない、ね、中日にだけね負け越しちゃったので、うん、なんで名古屋ドームだ。それ一つの悩みになって。悩みですね。悩み抱えるの名古屋でどうやったら勝てるんだろうって。で答えが出たらどうするのそれ。答えが出たら誰かに何としてでも伝えますけど。あ、そんな怖いね。私が出せる答えはみんな分かってるつもりないんですけど。じゃあ阪神。阪神か、うん、阪神はあんまり見る機会が一番少ないんですよね。遠いじゃないですか、甲子園が一番。東京でに住んでるので。あ、なので行くなら名古屋からこっちが多いので。でも広島結構行ってんだろ。そうです。でも阪神戦ってなかなか、まあ、取りづらいんですよ、うん、チケット人気なので。地獄の、ね、甲子園が始まったりするんで、まあ、移動も大変ですよね。まあまあ確かにね。でもまあ京セラができてるから、うん、そこを使ったりとかして自宅に帰ったりとか、うん、まあそんなに苦しくはないみたいだけどね。私はあの平成の終わりと令和の最初の試合は行きました。そこは絶対行こうと思って。令和の勝者ね、もらえるんですよね。そしたらバティスタ選手が平成最後のホームランを打って、まあ、よかったカープでしまったって思ってます。いいイメージで保管されるいいイメージで、まあ、試合は勝てなかったんですけど、まあ、結局、まあ、他球団はあんまり相手にしてないということがよく分かった。相手に、まあまあ、全部上からこう上からじゃないです。でもさ、まあ、例えばこう遠征行くじゃない、はい、どこが一番いい行くんだったら、どこだ、応援に行って楽しい地域とか、まあ、そういうのあるの。私でも交流戦がすごい普段見れない、うんうんうん、球場や試合なので、それはすごい楽しい。その中でナンバーワンつけるとしたらどう。私、楽天戦。仙台楽しい。牛タン好き。牛タンも好きです。美味しい。球場めっちゃ面白いです。あ、全部真っ赤になるので。そう、楽天真っ赤いので。あ、そういうことか。いや、ちょっとくすんでるじゃん。クリムゾーンレッド。クリムゾーンレッド。確かに。仙台が2人ともいいの。いいですね。私すごく好きです。楽しい。その球場か、やっぱり。はい、球場ですね。いや、そうじゃなくて、外出てさ、ご飯が美味しいとか、博多とかもいいじゃない。はい、で、そういうのも含めてだよ。確かに。赤くならいいっちもんじゃない。福岡は本当にたくさん食べるところもあって、うん、あと、めちゃくちゃ街の人が優しかったんですよ。それはすごい印象深くて、うん、それね、こういうの着てて、歩いてても、はい、着てて、カープ、うん、ああ応援しに来てくれてるんだね、ありがとうみたいな話しかけてくれて。そう、ホークスファンって優しいで、ね、強いから明日はカープ勝つといいねみたいなこと言ってくれるんですよ、うん、それ言われたらムカッとくるの。いや、優しいそこはいい人だよ。私も負けてるので。負けてるので、やっぱ試合負けてるから印象は悪いんですよ、うん、どうしても絶対勝てないじゃないですか、ソフトバンクと日本シリーズ戦って。わかんない、やり方だよ。やり方で絶対勝てるから。勝てますか。あれだけの選手がいるんだよ。ちょっとコーチに入ってもらっていい。コーチやらないと決めてんだよ、監督だったらいいです。でもホークスもね、ちゃんと生え抜きを育てているし、でも広島もそういう意味では、はい、あの体質的には一緒じゃん。そうなんです。ちゃんと自分のところの自前の選手をね、育てるにプラスいい選手を変えるので最強なんです。育てるのと入れるので、だから最強だ。入れる？ドラフトで？他から、あ、じゃなくて、あ、他から FA もそれなりに取るじゃないですか。確かに。あ、ソフトバンクはね。そうなんです。だから最強なんです。隙がないよね。隙がない。広島は育てるのみです。隙だらけ。隙だ
まあでもそこが魅力でもありますよね。そうなんです。だからファンが応援しようと思う。じゃないと長く楽しめないです。はい、はい。まあいろいろね、宣伝したいこと、カープ応援してくださいでもいいし、まあ例えばリンクに貼るけどね、こういう本とかね、 あとなんかあるの、なんか言っときたいこと。あ、私は、やっぱ働いていかないとカープの応援もできないので、9月の25日から舞台をやりまして、グレートギャッツビーという舞台に出させていただきます。え、なになに、はい、どんな内容なの。あの、華麗なるギャッツビーって、昔ディカプリオさんが主演で映画化もされてるお話なんですけど、まあ、主人公が引っ越していった先に、隣の家にですね、めちゃくちゃ金持ち あのギャッツビーという方が住んでて、毎週そのすっごい盛大なパーティーをするんですよ。で、なんでこの人はと思ってたら、でそこにいろんな人が集まっていって、その中でこう話が進んでいく、まあ、群像劇といいますか、そういうの中の登場人物の一人を演じさせていただくので。それカープ女子として行くの。それは違う。いや、いろんな人が集まるっていうから、カープ女子も来んのかなと思う。そうじゃないの。ちょっと昔のアメリカの話で。ちょっと昔、はいはい、そうなんです。その中で何役、どういう役なんですか。あの、夫人の役で。夫人の役。お金持ちの夫人の役で。はい、まあ、不審なやつじゃない。不審です。貴婦人の方ですね。はい、それが9月25日からどこでやるの。青山であるの で詳しくは私 あのツイッターに一番上に上がってるので、あの、見ていただければ嬉しいです。まあ、あのリンクも、貼っとくか、概要欄に、ね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。